秋門とは、鎌倉時代末期から南北朝期に成立し、現在まで続く秋国の浄土新州門との総称である。建営2年に法然が法難にあって流罪となった際、その弟子の清喜機が貧乏国に配慮されたことが始まりとされる。鎌倉時代末期に浄土新州の一派であった名工が沼熊半島に進出し、 元王2年現在の沼熊町産卵に三つ寺を築き、そこを最国の布教の拠点とした。南朝、延元2年、北朝、県務4年に、新蘭の娘革新二の子、里氏への子である本願寺三世、各女の長子や理覚が貧乏国に下校した。早速、南朝、延元3年、北朝、県務5年には貧乏国主後の前で、 北旗衆との総論を行い、勝利したとされる。後に、備前北家に、秋門と言われたように、当時の備前地方には、日蓮の孫、弟子、日蔵の流派が入り込んでおり、ビンゴ国にも、その影響が及んでいた。その日蓮宗の勢力に対抗するためにも、総論で勝利をすることは不可欠であった。多くの対立や抵抗を排除しながら、ビンゴ地方に布教を進め、 室町時代初期から中期にかけて勢力を拡大し、大きな勢力となっていった。その後、勢力結集の必要もあり、ありかくの衝動文流から本願寺系への競技変更に至る。毛利元成本願寺の発生連には、教団の強化に乗り出し、近畿から北陸、東海地方へとその勢力を拡大。長況2年には、 カガ国で一向一揆を指導、守護の東氏を排除して、織田信長の討伐により壊滅するまでの100年近くに、渡って、カガ国を実行支配した。この頃の貧乏国門都州は下野国の先修時系であり、一向一揆ではなかったと推測される。そのためか、秋国や貧乏国には一向一揆は存在せず、当時は秋国の文国守護大名であった、秋武田氏の保護を受けていた。 ふっつ森寺が創建されたのも、この秋武田氏の庇護を受けていた頃である。そして、明王五年、ふっつ森寺第二世縁受けの時に、浄土新宗に改修して、秋国の浄土新宗の中心となった。しかし、秋武田氏は、巣訪、長戸国の守護大名大内氏や秋国人の毛利氏の、勢力拡大に押されて徐々に衰退し、天文十年、ついに、 秋武田氏は、毛利元成によって、巨城の佐藤銀山城を落とされ滅亡する。白六にあった、フ津森寺も陛下に焼かれて、廃墟となった。天文二十一年、フ津森寺の三成長順は、毛利元成と面会して、協力は仰ぎ、フ津森寺は再興された。もともと信仰心に厚い元成は、フ津森寺に手厚い保護を与えた。その、元成の恩に報いるべく、 牛田の通輪暴動のように、毛利氏の勢力新長に協力して、多くの軍港を挙げた、秋国の新州寺院も存在する。また、先陣を同じくすることによって、毛利氏参加の水軍州も、浄土新州に入信して、門と溶かしていった。県与その頃、機内の情勢も、風雲急を告げ、終わり国の戦国大名織田信長が勢力を拡大してきた。 その織田信長を封じ込めるべく、越前国の浅倉市、北、大見国浅井市、南大見国の六角市、阿波国の三好市、本願寺らが結んだ。これに対して、織田信長は、各個撃破作戦を展開、元気元年の姉川の戦いで、浅倉、浅井連合軍を撃破した。それに対して、織田信長は、石山本願寺の明け渡しを求めると、本願寺にとって、 受け入れがたい難問を突きつけていた。そのため本願寺の門徒衆も行動を起こし、まずは伊勢長島一向一期州が信長に反旗を翻し、信長の実定、織田信起を打ち取った。そして、県女は各国の門徒に向け、激文を発し、織田信長との徹底的な交戦を訴えた。これが後に、石山合戦と呼ばれる10年に及ぶ。 織田信長と本願寺との争いの始まりである。信長は、室町将軍、足利義明や朝廷を通じて、六角氏や倉氏、浅井氏と和睦に持ち込み、第一次、織田信長包囲網は頓挫するが、信長と朝倉氏、浅井氏の戦いはまたすぐに再開し、さらに、信長との対立が先鋭化した、義明らの格策によって、海の国の武田氏らが包囲網に加わる。 しかし、元気4年には、浅倉氏と浅井氏が滅亡、そして武田信玄が病死。織田信長は、足利義明を追放し、室町幕府を実質的に滅亡に追い込んだ。石山本願寺復興模型、第2次、織田信長包囲網も壊滅したが、本願寺川は、連女の時代の石山坊社を少女が広大な地域を、整備して、石山本願寺として完成させ、その地域は、 門前町等を含めて、事実上の上域でもあった。その石山本願寺にこもる、本願寺には、各地の門徒衆州が石山に、支援のために集結し、西河真一率いる西河州の鉄砲平らも入り、駅健康であった。要害堅語で士気の高い門徒衆州が立てこもった、石山本願寺は、小田氏の攻撃を支えきっていた。そのため信長は、 包囲による、兵楼攻めを計画し、実行に移した。物資の補給を断たれた、本願寺は、毛利輝元に支援を依頼。この支援要請を、輝元は承諾し、村上水軍、小早川水軍を主力とする毛利水軍を派遣して、兵楼や物資の搬入を行うことに決定した。この毛利水軍には、秋国内から集まった、モント州も加わっており、石山合戦の間に、 毛利家臣団の門徒化、門徒の組織化と毛利家臣化が進んだ。天正2年の第一次木津川口の戦いで、毛利水軍は、小田水軍を撃破し、石山本願寺への物資搬入を成功させた。これに対して、小田信長も大砲を装備し、鉄の装甲を施した巨大な鉄鋼線6隻を中心とする小田水軍を大阪湾に布陣。 第二次木津川口の戦いの火蓋が切られた。この第二次木津川口の戦いで、毛利水軍は敗北を喫し、以後、本願寺への組織立った支援は不可能となった。それから二年、本願寺は戦闘を継続したが、天正七年三月、ついに織田信長に降伏。県女は石山本願寺をこの強寮に譲ると、木の国の詐欺森に移った。この時、 京女は周囲の勧めもあって、しばらくの間、織田信長に石山本願寺を明け渡さず、同年8月になってようやく石山本願寺を織田軍に明け渡した。この直後、石山本願寺は火災にあって、道武藤を含む全域を消失するに至った。この石山合戦の間に、毛利氏と秋門との一体化が進み、戦乱を逃れてきた門とや、本願寺支援のために集った門とが、 そのまま秋国に泊まることになった。天正10年の本能寺の変の翌年、県女は海塚本願寺を拠点と定めて滞留した。そして豊臣秀吉の天下になると、県女は秀吉と交渉し、天正12年、大阪城下の天満に本願寺を造営する。しかし、その6年後の天正19年には、秀吉の命で京都に領地を与えられ移転し、 現在の西本願寺の基礎となった。徳川家康の時代になると、本願寺の勢力をそぐために純情の兄で、県女に偽絶させられた京女に、東本願寺を建てさせ、全国の門徒や松寺を二分させた。西本願寺は、西日本を中心として、活動を行うこととなった。秋国広島でも、秋門徒を組織していた、毛利輝元が、関ヶ原の戦いで敗れて、津を 長戸国に原報させられると、秀吉子外の武将福島政則が、秋国を治療し、広島城に入った。入城した福島正則は、地政の一つとして、寺院統制に乗り出し、17の新州寺院を現在の広島市中区寺町付近に移転させ、福津森寺を中核とする体制へと組織した。福津森寺は後に、浄土新州本願寺派に属する。 本願寺広島別院となり、福島市が開役された後に入った浅野市にも、引き続き保護を受け、秋、ビンゴ両国は、浄土真宗大国となった。そして、江戸時代中期から後期にかけて、芸鉄と呼ばれる、えうん、大栄、そう、秋らなど著名な学僧を輩出。彼らは、多数の弟子を育成し、その弟子たちは、秋、ビンゴ国内に飛んで布教を続け、山間部でも、 のの組織を作り地域に密着ししたた仏教ととて信仰の中心となった江戸時代を通じて、秋国内での信仰の中心となった浄土新州本願寺派は、幕末の動乱期を過ぎ、明治維新に至る。明治8年には、寺院指定の専門学校として、学物場を広島市恵比寿町に開学。明治16年2月の調査では、本願寺派寺院は、 旧秋国内399カジ、ビンゴ国内259カジ、モントは秋132,296個、ビンゴ45,788個を数えた。昭和に入っても秋モントは広島の宗教人口の大半を占め、組織変更を繰り返した学物上から昭和23年申請、ストック高等学校となる。同年には、 新徳女子高等学校も開学している。昭和51年の中国新聞社の調査によると、広島県民の57%が新州門徒で占められていた。昭和後半から平成の世になると、宗教人口の減少によって中産幹部では門徒が減り、廃児が増えるようになった。門徒の高齢化、後継者不足、新たな門徒の獲得が現在の課題となる。 盆ン楼も、三照盆ン楼は鬼門と独特の風習として、お盆の際の盆ン楼が挙げられる。竹を六角形の浅顔型に組んだものに、赤、青、木などの色紙を貼って作る灯籠で、機能としては、多周派の外場に相当する。大抵の門とは、灯籠と呼ぶが、地域によってはその形から、盆堀とも呼ぶ。広島のお盆の風物詩ではあるが、お盆を過ぎると、 ゴミと化してしまうので、昨今では環境の面から一部では問題視されることもある。ありがとうございます。